ばい、すんごいいる、すんごいいる、ここいっぱいいる、うわやばい。これね、そーっと優しくなぜるとプリッと出てきますから、ほらそーっと触ると、ほらほら赤ちゃんが、うわいっぱい出てきちゃった。加藤チャンネル、加藤ちゃん、始めます。今日は東京都、そして埼玉を流れている荒川やってきました。荒川といってもね、30以上の支流があるんですね。そのうちの一つに来てます。この支流はね、水温が冬でも少し暖かいんです。暖かい海水が流れているみたいなんですね。この支流にはなんとあのグッピーが生息しています。グッピーはもともと日本の生き物ではなくて、南米ベネズエラとかですね、そこを原産とします。ペット用に1960年代以降ですね、たくさん扱われるようになって、その一部が野外に放されたと考えられます。暖かい水が流れ込んでいるので、そうですね、グッピーだったら水温15度ちょっと下回るぐらいでも冬を越します。一見川がね、こう流れがあって冷たそうに見えるんですけどね、もう夏で水温が全体的に上がっているので、もうこの川全体に広がっていると思います。ほら、いた、グッピー、そこそこ、ほら、ほら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 、どの辺か教えてください。あの大きい石の左側、泳いでますよね。4センチぐらいの魚が、全然カメラじゃわかんないですね。グッピーのメスです。え、本当います？見えてないふりしてません？違いますよ。あー、わかんない、これだ。そう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 、大きい石の左下、グッピーのメス、もう大きいですね。2年ぐらいかな、2歳ぐらい、だいたい 2年、長ければ3年いきますからね。ほらほら、どうやって取るかというと、こうやってハサミ打ちです。絶対に逃がしませんからね。ハサミ打ちで追い込みます。トン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 、ほら入った、簡単ね。ほらグッピーです。グッピーのメス、カダアシのメスと違いが分かりにくいかもしれませんが、グッピーのメスは背びれの位置が腹びれの位置とね、近いんです。ヒレの位置で見分けることができます。暖かい水が流れ込んでいるこの荒川の支流、グッピーがどれほどいるか調査します。ね、あ、いたいた、あ、いるじゃん、やっぱ、ほら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 、すごいすごい、また2匹取れた。グッピー、これ元気いいですね。ぴょん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 跳ねる。両方ともメス、メスの方がね、体が大きいので捕まえやすいです。オス見たいですよね。でも見てください、ほらそこにメダカみたいに群れてますよね。いますいます。これをそーっとそーっと、ほらトン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 、ハサミ抜きで入れていきます。ほらほら、全取り全取り、入った、よし、ほら、あ、綺麗、綺麗なオスが取れました。すごい、いや、綺麗綺麗。今まで沖縄でも下田でも別府でも見てきましたけど、荒川のグッピーが一番綺麗かな。紫ですね。うん。ペットで飼われている魚たちも少しね、水温が高いところであればこうやって繁殖してしまいます。
ね、一度飼育した魚は、ね、観賞魚も絶対に逃がさないようにしてください。まだまだいそうですね。向こうはさすがに流れが強いので。そうですね、ちょっと上の方に上がっていきましょうか。うん、こういうところもね休みますからね。ただこういう流れの強いところにグッピーがいるなんてなかなか想像つかないですよね。元々は流れあんま弱いところですけど。あ、そうです、ヒレが小さいので泳ぎが下手ですからね。だから先ほど見つけたグッピーも流されてきたんだと思います。上流の方から流れ込んでますね。なんですか、あの水があったかいんです。 あれあったかい水、温排水です。水温が高いので夏はもちろん冬も暖かくて、この周り一帯、ね、煙が立つぐらいですね。湯気が立つぐらい、ね、ほらほら、どんどんみんな上がっていく上がっていく、遡ってきますよ。ほら、あれあれいるね。あ、ここで休んだ。ここに今入りましたよ。ってことはあれ消えた。これエビですよ。あれエビに変わった。魔法ですか。あ、でもねこのエビ、これは中国原産の外来種のエビです。シナヌマエビ、変わりヌマエビの仲間ですね。だいたいグッピー飼う人って小さな外国産のエビ掃除屋さんとして入れるんですよね。あ、水槽の苔を取る。はい、水槽の掃除屋さんとして入れたものも一緒に話したんじゃないかな。日本のエビたちが暮らしているところに入り込めばその住処を奪ってしまう可能性ありますし、あとはもしかしたら日本のヌマエビの仲間たちと交雑する可能性もあります。いやー、これ増えちゃうとちょっと捕まえるの大変ですね。いや、いますね。グッピーやっぱり流れが速いから。あ、でもね、ビュンって、あれ結構力強く泳いでますよ。早い早い、あ、消えた。あれ、グッピー、あ、はいはい、ビュンビュンって。あ、もしかしたらあそこいっぱいいるかもしれません。行ってみましょうか。この辺流れが緩やかですよね。あ、蒸れてる蒸れてる。ちょっとこの辺まずガサガサしてみましょうか。あ、グッピー入りましたね。うわ、外国産のエビこんないっぱい。そこにグッピーのオス、あとこの赤ちゃんいますね。グッピーの赤ちゃんもいる。あ、これか。はい、これ無理だ、もうピントが合わない。ピントが合わないぐらいちっちゃい赤ちゃんも繁殖してますよ。あ、いや、これ全部グッピーの赤ちゃんだ。わ、わ、わ、すごい、すんごい数いる。いや、隠れちゃうな。こんなちょっと撮りましたもんで。ほら、グッピー、うわー、でっかい。これもうパンパンじゃないですか。なんか100はいますね。プリプリだ。もう産みますよ。産みます産みます。うん、ほら、もう目が見えるからちょっとなぜるだけで産みますよ。ほら、はい、ほらほら、目が出た、顔が出た。ほら、あ、ほら、でかい。うわー、いっぱい出てきちゃった。
すごい出ましたよ、ほらグッピーの赤ちゃん。ほら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 、泳ぎ出した、泳ぎ出した、すごいすごい、ほら泳ぎ出しましたよ、グッピーの赤ちゃん。うわーわわ、ほらお母さんも元気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 、ほらほら、グッピーは赤ちゃんを産みます、胎生です。つまり卵の時期がないので生き残りやすいです。生まれてすぐそのままもう餌を食べますからね、泳ぎ出して。メダカの場合卵食べられちゃいますからね、一番弱い時期、卵の時期がないのがこのグッピーです。町を流れる川にこんなグッピーがいるんですよ。しかも本州ですよ、東京、埼玉、すごいですよね。だって南米ですからね、原産ベネズエラとか。上に上がれば上がるほどグッピー多いと思いますので、ちょっとこの川沿いに歩いてグッピーどんどん取っていきましょう。グッピー、荒川のグッピー全部取る大作戦始めます。うわ、え、だんだんグッピー取れる量が増えてきた。本当だ、ほらグッピー、あーすごい取れた、ほら。うわ、あ、土壌も取れてますね、在来種よかった。東島土壌です。東京都は絶滅危惧。あ、入った入った、在来種のモツゴいましたね、グッピーと一緒、グッピーと同じ場所でモツゴ。グッピー似てますね。いやこれ紛れて分かりにくいですね。はい、かつてはモツゴがたくさんいたんでしょうね。あ、なるほど。もしかしたら入れ替わっているのかもしれません。グッピーが入った場所からはまずメダカが消えますね、卵を食べられてしまうので、はい、でどちらかというとカダヨシよりも性格が荒いんで、はい、だんだん数多くなりましたね。あったかい温泉水に近づけば近づくほど。あ、なんかいた、なんかちょっと大きいのいましたよ。ほら取れた、ほら逃がさないよ、タモロコだ。お、グッピー、タモロコです、モロコです、ほらタモロコ。はい、水田周りとか水路にカスタいっぱいいました。あと島道場もいますね。まだ在来種もね、 いくつかいる中でもうグッピーが入り込んじゃってるんですね。ごめんなさい、うわ、グッピーまただ。うわ、あ、ヤゴも取れましたね。ほら、あ、サナエトンボの仲間、コオロギみたい顔が、ほらコオロギみたい、なんかこのね、触覚がほら内輪状ですよね。なんかコオロギみたいっていう顔を納得していない感じですよね。すごい流れ速いじゃないですか。あ、でもグッピーいますよ、ほらほら、何、渓流の魚みたいにいる。皆さんが想像するあのアマゾン川、濁っていてゆっくり流れる水が、そんな環境に暮らしてます。主に止水域ですね。うわ、いた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 、こんなところにも綺麗、まるで水の中の宝石だ。それでいいですか、宝石で。水を泳ぐ宝石でいいですか。
が集まった宝石箱や。これはちょっと異様だな。やばい、ここはやばい、すんごいいる、すんごいいる、やばい、うわすごい、タモリタモリ、どん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 、うわすごい、やばいじゃん、すんごいいっぱいいる、やばいね、やばいね、こんなに増えちゃうんだ、グッピーだらけ、タモを置いて、ほら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 、どん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 入っていくよ、ほら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 、うわすごいいるよ、ほら、うわ一回でこんなに取れた、うわほら、緑ほらこれすんごい綺麗、いや何系統か入ってますね、うわすごい綺麗この緑、エメラルドグリーン、あメダカ一匹いた、えほら絶滅危惧種メダカ、いやまだ生き残ってますねメダカ、あグッピーじゃないのがいる、そこにキラキラ光ってる、これか白いの、はいはいはい、あれこれちょっとやばいな、やばいおっ、うわメダカ、白メダカ、メダカなんですか、はい、改良されたメダカですね、あ改良されたの、そうです、荒川では改良されてない南メダカ見つけてますけども、はい、この改良された南メダカが入ることで交雑して遺伝子汚染引き起こしちゃうんですね、この色は人間が遺伝子を偏らせて作ったようなもんですね、なのでそれがその遺伝子が白っぽい遺伝子がこの野外のメダカたち野生のメダカたちに入ってしまうとちょっと問題です、なのでこう改良したものが放されているっていうのは本当に困るんですね、その水系のメダカ全て取り除かなきゃならないことになったりします、グッピーだけじゃないんですね、捨てられているのは。やばい。ここ、いっぱいいる。ほら、水たまりにも。こんなにいる、メダカじゃないよ、グッピーだよ、全部グッピー、いやこんなぐちゃぐちゃのところにも、うわすごい出てきた、うわ本当だ、えこのちっこいの全部赤ちゃんですか、赤ちゃんです、くさこんな臭いところでも生きていけるんだ、うわ、ちっちゃいのいっぱいいますよ、いっぱいいる、うわ、ここすごい、やばいね、こんな汚いところでも住んでいけるんですね、ちょっとかわいそうですね、グッピーね、綺麗な水槽の中で大事に飼われればいいんですけど、はい、捨てられてこんな水質の悪いところでも生きていかなきゃならないし、そもそもここ水がどんどん干上がったら全部死んじゃいますよ、そう思うとちょっとかわいそうですね、ここにいるグッピー全部死んじゃうんです、どちらかというとこう救出したくなりますよね、いやグッピーね大事に飼ってください、いや酸欠状態で上に浮いてきてるじゃないですか、あそういうことなんですね、うん、
だグッピーもちょっと息苦しいんじゃないかな、ここ住むのには大変。うわやばい、出てきたよ出てきたよ、グッピーがいっぱい。これを全部救出します。うわやば、やば、あ、めっちゃでかい、めちゃくちゃでかい、ほらすんごいでっかいグッピー。これ1回で100匹産みますよ。普通のメスと比べると全然違う。ほらほら、バカでっかいメス。全然違う、主だね主。100匹産みますよ一度に。いやー1年じゃないですよ、やっぱ冬超えてますね。今年で生きたら3年、そのぐらいかもしれないですね寿命。いやー生き延びてますよ。いましたね、いましたね、私が想像していた以上にいましたね。その数が私もたくさん取りましたけども、数百どころじゃないですね、数千もっといるようですね。しかも今は水温が暖かいので、もう夏で、川どんどんね、いろんなところに拡散しちゃってるんですよね。まあ冬にまた来た時に、この暖かい温排水、温水のあたりにギュッとこう集まってると思うので、またその時に捕まえに来たいなと思います。大切に飼っていただいているんならいいんですけども、野外に放されてしまって増えてしまうと厄介な存在になってしまうので、グッピーたちもかわいそうですよね。一度ペットで飼育したものは最後まで責任持って飼うようにしてください。途中でね、増えたからまたはいらなくなったからといって野外に放したりしないようにしましょう。いますね、まだまだブラックバスが寝てますよ、あそこで。タモより手の方がいいですね。で、日が暮れたらやばいですから。こういう物が陰から何か出てくるか分かんないですからね。人が近づくのが難しい、そんな場所だからです。来た、ここここです。ここ上から見るとその姿が確認できるかもしれません。